はい、どうも皆さんこんにちは、COD モバイル超底辺プレイヤーリリスタレのリリです、今日も COD モバイルをやっていきたいんですけども、今日はね MSMC 最近僕めちゃくちゃ使ってるんですけど、あのパークじゃなくてアタッチメントですよね。クイドロー、フォアグリップ大型マガジンっていうので言ってるんですけど、すごい悩んでて、ロンバレつけ、なんか射程短いじゃないですか。だからロングバレルをつけるのか否かっていうのをすごい悩んでたんですね。でロングバレルってちょっと最初つけてたんですよ。つけてて、で、なんか、やっぱロングバレルつけた方が、やりやすいなとか、なんか、感覚で思ってはいたんですけど、実際どれぐらい変わるのかっていうのを全く検証も何もしていない上でつけててやってたんで、とりあえずロングバレルの効果がどれぐらいすごいものなのかっていうのを、検証していこうと思ってます。で実際にやっぱりあのロンバレがすごいなって思うんやったら、ちゃんとねつけていこうかなっていうので、今日は MSMC にロンバレはいるか否かっていうのを検証していければというふうに思っておりますので、お付き合いよろしくお願いします。はい。で今日なんですけど、ロンバレありなしでどれぐらい射程距離が変わるのかっていうのを検証していきます。まずはロンバレなしで 5m、 こんなんまあ当たり前なんですけど、4発でこれロンバレなしでも当たりますよね。で 10m、 5発かな、5発でいけてますね。はい、 15m、7発、 15m で7発いるっていうのはちょっと異様な感じだけど、はい、 20m ですね。はい、7発でまあでも当たると、全然これぐらいの距離でも。はい、今 25m なんですけど、これも7発かな。はい、今 30m で8発で、もう 35m、40m ちょっと省いちゃったんですけど、 45m でも全然当たるんですよね。で8発でキルできているというところになります。でここからロンバレありで、検証していってるんですけど、まあ、5m は当たると、同じ4発で、処理できているというような感じですね。で 10m、 これは同じく 5発かな。でここだけがねちょっと検証結果が違うかったんですよ。 15m でロンバレありやったら5発なんですよ。さっきロンバレなしやったら7発やったんで、若干ねあるかもしれないけど、これでロンバレあり 20m は7発と同じですね。でロンバレありの 30m も同じく、8発だったかな。で 35m、 ちょっと細かめに検証してますけど、もう全部同じです。ここから8発になります。 45m までもう先に言っちゃうと、40も45も当たると。で SMG でここまでの遠いところ抜く、まあ、需要あるかっていうと、まあ、ないっちゃないと思うんですよね。なんですけど、一応ロンバレありなし、どっちも 45m まではなしでも当たると。まあ、これまとめさせてもらってますけど、ロンバレなしでも 45m は届きますよと。 50m 以上は未検証なんですけど、正直、まあ、そんなに狙うことってあんまないと思うんですよね、 50m とか。なんで検証してないです。まあ、ロンバレなしでも 45m 届くっていうところだけで自分が使う上では十分かなって感じですね、検証の中で。で 15m においてロンバレなしが7発、ロンバレありが5発、多少の威力減退っていうのがあるかもしれないですけど、 1m 刻みで僕検証していないので、もしかしたらそんなに変わらないとは思うんですよ。 16m で7発と5発の境目があるのかもしれないです。まあほとんど変わらないっていうのは言っておきます。はい、っていう感じで射程が全然違うんかなと思ってたんですけど、全然そうじゃなくて、なんで、まあ、僕、個人的には、検証してみた結果、MSMC にロングバレルはいらないかなと思ったので、つけないです。はい。なんで、クイドロ、フォアグリップ、大型、拡張ですね。
の3つでとりあえず MSMC を使っていこうかなというふうに思っています。今回は MSMC にロンバレをつけるかどうかを悩んで検証してみたっていう形で、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ皆様。